鳥取市は鳥取県の稲葉地方に位置する市である。鳥取県の県庁所在地で中核市に指定されている。人口は約18.6万人。鳥取城から見た冬の鳥取市中心市街地2020年12月1日現在、全国の県庁所在地の中では一番人口が少ない都市である。また平成の市町村合併により面積が拡大したこともあり、 人口密度も山口県の山口市に次いで低い。中国地方の地方中枢都市でもある広島県、広島市からは陸路では 300km 離れているが、その一方で、兵庫県神戸市から 180km、大阪府大阪市から 190km、京都府京都市から 220km の距離に位置している。山陰地方の中では特に、 京阪神地方との結びつきが強いことから、山陰地方における東の玄関となっている。鉄道では、JR 山陰本線と陰ビ線の分岐点にあたり、陰ビ線からは地図急行地図線経由で、山陰両県唯一の京阪神直通特急が走る。道路では、鳥取自動車道で大阪市、神戸市と山陰自動車道で米子市、 島根県の松江市と結ばれ、近年中には、山陰近畿自動車道で、京都府の宮津市、京都市とも結ばれる予定である。空路では、鳥取空港から首都圏とも結ばれている。江戸時代は、国持ちの大大名池田市の治める鳥取藩の城下町だった。現在では、鳥取大学。 公立鳥取環境大学や日本海テレビなどを有する地方拠点都市となっている。山陰両県の都市圏では、松江都市圏、米子都市圏が一番近い地域の都市圏である。観光地としては、鳥取砂丘や白ギ海岸などがある。鳥取砂丘で栽培される落鏡は秋に花を咲かせる。鳥取市の花にもなっている。鳥取平野を中心に、 市街地が展開している。日本海に面し、沿岸には鳥取砂丘が広がる。鳥取市中心部周辺の空中写真。2009年8月18日撮影の36枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。山地河川湖省鳥取市は全域が。 日本海側気候で豪雪地帯となっている。春から秋は高天の日が多く、冬は曇りや雪、雨の日が多い。海から幾分内陸寄りに都市が明けているため、他の山陰の日本海沿岸の都市と比べると積雪は多く、過去最新積雪は1947年2月22日の129センチメートルである。 1977年2月18日の1メートル以来、積雪が1ルを超えていないが、平成以降でも50から7 0トル程度の積雪となることが多く、2017年2月10日には9 1トルと34年ぶりに1ル級の大雪となった。鳥取市では、本町総合支所の管轄区域を、地域、私立小学校、 義務教育学校の学区を地区としている。市内を3つの地域に分け、本庁、総合支所の管轄区域ごとに、地域、私立小学校、義務教育学校の学区ごとに地区を設定している。地域区分、和名章には、鳥取号が記されており、九章361体に存在したと考えられている。天行3年の東大寺関連文書には、首長鳥取高都市の署名があり、 鳥取の地名を名乗る豪族が存在していたことが指摘されている。中世には鳥取江法号の名が資料に見えるも詳細は不明である。江戸時代に編纂された稲葉市には九章三六一帯の古地名として沢市城の名が記されている。鳥取城から見た鳥取県庁市長、役所合併前の町村役場に設置されている。 ただし、村は、町に変更された。市議会県議会衆議院鳥取県警察本部、鳥取県立中央病院バードスタジアム警察の管轄は、以下の通りとなっている。住民票、戸籍及び印鑑登録に関する証明の発行業務を、下記の郵便局に委託している。旧町村時代に提携した市は、合併後も継承されている。 海外国内鳥取商工会議所若狭街道、鳥取三ン土商店街、鳥取大丸農業漁業,業,業工業商業、銀行政策金融機関、共同組織金融機関日本郵政、新聞社通信社放送局ガス電信市街局番は、川原、持ヶ瀬、佐治地域が0858、その他が0857となっている。ただし、天気予報はいずれも零八五七から七十七で、 ある。鳥取大学鳥取キャンパス、鳥取環境大学鳥取県東部の私立高等学校は2015年4月1日現在4校。公立中学校は鳥取市の条例により通学区域が定められている。ただし、特任校については区域外通学が認められている。また、東郷、明治、西郷、佐治、大阪。 水穂の各小学校に区域外通学していた場合に限り、高草、河原、千代南、ケタカの各中学校への区域外通学が認められている。公立小学校は鳥取市の条例により通学区域が定められている。ただし、特任校については区域外通学が認められている。公立義務教育学校は鳥取市の条例により 通学区域が定められている。ただし、特任校については、区域外通学が認められている。鳥取空港鳥取駅ループキリンシシ、鳥取南インターチェンジ鳥取港空港中心となる駅、鳥取駅鉄道路線路線バス高速道路、国道県道公安鳥取駅に展示されている、シャンシャン傘サ,サッカー政治家鉄、え雪きのり、 元鳥取県議会議長、元自民党鳥取県連幹事長、官僚実業家放送軍人教育者、学者医種文化人スポーツ芸能マスコミその他文化人、居住経験者以下、鳥取城北高等学校図網部、出身人物合併号の地名は以下の通りとなった。ありがとうございます。